歌舞伎魔性をご覧の皆さん、こんにちは。中村橋之助でございます。中村福之助でございます。中村歌之助でございます。我々三兄弟の歌舞伎自主公演が、開催されることとなりました。タイトルは神谷町小歌舞伎でございます。我々の成駒屋の本拠地でもある神谷町、そしてですね、大歌舞伎に昇格する野望を持って、小歌舞伎、神谷町小歌舞伎と名付けましたね。今日はですね、解禁へ向けての撮影を一問揃ってしております。この動画が出る頃にはですね、仮チラシが出てると思うんですが、本チラシもね、楽しみにテーマをね作って、もう3人で面白いチラシを作りたいということでですね、コンセプトを決めて、ビジュアルも家から引っ張り出してきて、撮影をいたしました。その続報もぜひ楽しみにしていただけたらなというふうに思います。では福之助の方から公演の日程や演目などのお話をさせていただきたらと思います。浅草公開の6月30日より7月2日までの3日間ですね、はい、よく言いました。3日間で計4公演予定しております。その中でですね、土曜日の夜の部の公演は貸し切り公演となっておりますので、ご注意ください。まあね、三兄弟でずっと夢見てきた自主公演というものがいよいよ第1回ということで、うん、もう気合い入っておりますんで。入っております。いや、もうね、そのさっき周りも言ってましたけども、本チラシの方ももっと気合い入っておりますので、ぜひ応援だけでなく劇場まで足をお運びいただければと思います。歌之助さん、はい、本当に今多分カジチラシで演目、カジチラシ、カジチラシ、カジチラシ、演目が2つ出ていると思うんですが、愛逆の方がまだ出ていませんので、うん、これもぜひ続報をお楽しみにしていただければなと思いますし、またカレチラシに出ているように一問全員の顔写真が出てますけど、今回は本当に一問全員で一生懸命一致団結して頑張りますので、どうぞ劇場に足をお運びください。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。演目はですね、弁天娘、目をの白髪、浜松屋より勢揃いまで、そして、高槻のこの2台でございます。配役についてはですね、歌之助が申しました通り、後日発表させていただきたいと思います。チケット販売につきましては、4月中旬を予定しております。こちらもまた、お知らせさせていただければなというふうに思います。ではですね、最後に神田歌之助さんから面白い締めをしていただきたいと思います。ではよろしくお願いします。一生懸命頑張りますので、どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いいたします。